今日はですね、ちょっと、少し考えてみますとですね、まあ、科学のことを優しくというか、別に科学というのはそんなに難しいもんじゃないんですが、まあ、説明する側がうっかり難しく説明してしまうということがあるんですけどですね、それと社会との関係を少し掘り下げてみようかなと思いました。というのは、いつも私言ってるように1990年付近にですね、ベルリンの壁が崩壊し、中国が天安門事件で大きく揺れ、そのすぐ後には共産主義というのが次々と崩壊すると、そういう世界的な大きな波とですね、日本ではまあバブルが崩壊して、まあ、銀行が潰れたり、まあ、財産を失ったりしたという大きな1990年の変動がありまして、その時にアメリカは IT のソフト、まあ、Google、Amazon、スマホ、GPS というの方向に行きですね、それから中国は IT のハード、ファーウェイを 5G、 今で言えば 5G の方に行き、まあ、日本だけが、まあ、日本だけというか日本はヨーロッパの影響を受けて環境の時代なんて言ったわけですね。でこれについて、まあ、この日本の間違った方向というのはその後、まあ、30年経った2020年ではもうはっきりしてて、アメリカとは大きな水が空き、中国に抜かれて、まあ、中国はもうすでに日本の3倍とか5倍とかいう国になってしまったと、まあ、日本はもう自動車の特殊鋼板を中国で作ってもらうっていうのはですね、もう抜け出せないような中国の属国になりそうな感じの動きをしてるわけですね、まあ、日本の自動車の特殊鋼板を中国が作るということはどういうことかっていうと、日本の若者が就職できないってことなんですよ、将来ですね。若者が就職するというのはほとんどの場合工場っていうかそういう生産関係なんで、まあ、そういうところを日本の競争力が失うとですね、日本の人たちは失業率が上がってしまうってことなんですね。今はまだ昔の蓄積でお金をみんな使ってるので、まあ、飲食店とか、まあ、そういうデザインとかそういう点でやっていけるんですけど、それはやっぱり副次的なものなんで、主力が潰れていくとですね、だんだんダメになっていくんですね。それで私はまあそれから10年以上経ってなんですけど、まあ、2000年ぐらいからリサイクルしていけないとかですね、環境問題は嘘がなぜまかり通るのかっていう、環境の方に行くのは間違いであるってことを、まあ、随分力説した本を書いて、まあ、それなりにかなりの読者の方がおられたんですが、やっぱり戻らなかったんですよね。それでまあ、家電製品をまあともかくとして、電子製品からスマホからソフトはもちろん当たり前なんですが、全て外国に奪われてしまったんですね。韓国にももう勝てないっていうような状況になってしまったわけですよ。で、その環境問題が嘘であるとかですね、環境問題って何の意味もないんだっていうことはある程度の人は分かった。しかし世の中の動きになるし、NHK とか朝日新聞がですね、その環境問題大切だなんてことを続けている限りはですね、世の中は一旦その感性力がつくともうダメだっていう感じがするんですよね。今度の新型コロナなんかでもそういうの見られるんですけども、でその辺にプラスして嘘があんまり多いとですね、人間は訳が分かんなくなる。これはまあ当然ですよね。もともと結構難しい、だけどもタバコを吸ったらがんが増えるとかですね、から血圧が高いのが悪いとか、コレステロール高いの悪いとかですね、ご飯を減らさなきゃいけないとかって、もう健康関係でも本当に嘘ばっかがこう続けてきたわけですね。それが一部の人に儲かるからなんですね。ただ私はですね、最近どう思ってるかって言ったら、1990年にですね、こういうふうに言われたわけですね。もうタンスの中にも洋服はある、車も買った、テレビ冷蔵庫洗濯機はある、まあ、クーラーもその頃はまだクーラーそんなにほどの普及はしておりませんでしたが、まあクーラー買おうと思えば買えると、もういらないじゃないかと、もうこれ以上物があってどうすんだっていうふうに実は言って、それよりか環境なんだっていう論陣を張ったのが NHK とか朝日新聞だったんですよ。しかし今皆さんがよく目に見えるように見えるのはですね、 NHK 朝日新聞はですね、何が問題だったかって言ったら、まあ、頭が悪かったっていや簡単なんですけどね、まあ、知識がなかったっつってもいいんですけど、結局1990年にバブルが崩壊した時にですね、実はGoogle も Amazon もスマホも GPS もそれから今でいうこの便利な非常に便利なその通信系ですね、 Wi-Fi とかそういうものもなかったんですよ。いやあったんですよ、あったんだけど勉強しなければ分からなかったんですよ。
それがあるってことですね。もちろんアメリカや中国ではどんどんやってたからこそ日本を追い抜いていったんですけれども、まあ、その頃の状態というのはどういう状態だったかというとですね、インターネットっていうのがみんなに分かってなくて、今はもうインターネットとかメールとかですね、もうメールはもうほとんどの人がやってますよね。まあ女性でも LINE なんて言ったらもうみんなが知ってるような感じなんですね。じゃあ1990年はそのインターネット、今でいういわゆるネットですね、ネットもなかったんですよ。まあ非常に難しく言えばあったんですよね。私はその頃ですね、大体まあ厚さが3センチとか4センチとかあるようなアメリカのインターネットの解説本とかそういうものを私読んでましたね。だからまあ学者がですね、そういうものを、真面目な学者はそういうものを読んでる時代だったんですよ。ところがアメリカはそれじゃあ その時どうしたかったら、まあ結局理科系の人間がある程度強かったっていうんですかね、日本みたいに調整型文化系人間なんていうのはいなかったわけですよね。ですからまあ理科系の人間がですね、インターネット使ってメール使って、これスマホもこうなるし、まあ、その頃はもう携帯電話なんかですね、肩に重たい、バッテリーをこの抱えてですね、携帯電話を持ったりする社長がいたっていうようなもんなんですね。だからみんながそういう目で見てたんですよ。だけど実はそのもうどういう方向で発展すればいいかってことは分かってたんですね。それでその世界がどういう世界だってことも分かってたんですよ。だからこそ1995年、バブルが崩壊して5年後にはですね、アマゾンとかそういうのがどんどん創業を始めるという状態だったわけですね。それはどうしてか、つまり知識がなかったから、勉強してないかバカだったからですね。それ NHK 朝日新聞がですよ。でまあ国民も全体でそうだった、つまり NHK とか朝日新聞を信用するタイプだったんですね。国民性が少し穏やかで素直だった。だからその頃ですね、一生懸命環境問題は嘘なんだと、やるべきことは電子系が IT 関係やらなきゃいけないんだと、いくら力説してもダメだったんですよ。ダメだった理由を今から考え直すとですね、知らないから分かんないんですよ。家庭用のゴミはその目の前にゴミがありますからね、そんな分別してリサイクルなんかできないのに、まあ、そういうことに気を取られたわけですね。それで未来を見ることができなかったんですよ。要するに携帯電話、あの頃重たいバッテリーを肩に担いだり車に置いたりして、新しい物好きの社長がですね、趣味でやってるのが携帯電話で、多くの人はいや別に公衆電話でいいじゃないの、テレフォンカードなんかが非常に重宝されたわけですよね。だから知識がなかったんだと思うんですよ、僕は。つまり文化系の人、私が文化系の人をここのブログで文句言うと文化系からバッシングが来るんですけども、だけどやっぱり文化系の人がですね、もうちょっとやっぱり勉強せんといかんじゃないかと僕思うんですよね。っていうのはやっぱり科学技術が将来を開いていくんです。これは まだまだそうなんですよ。まだまだ科学技術が終わりに近づいてるなんてことはないんですよ。科学技術には悪い面があるんですよ、確かに。まあ原爆を作ったりするしですね、宇宙軍ができたりするし、ミサイルがどんどん発達したりしますので悪い点はあるんですが、だけど新幹線もそうですね。新幹線ができた頃は新幹線拒否運動というのがあってですね、しかしそのうち新幹線拒否運動の人が新幹線に乗るようになるんですよ。でこれは例えばですね、おばあさんが東京からですね、孫の顔を見に大阪に行くときに、昔だったら行けないんですよ。もっと昔はですね、日本の谷間の村に住んでいる女の人は一生その谷間から外に出れないんですよね。山を登っていくことがまず難しいし、山に登っている途中に山賊にあったりするということで、女性の人で村から一歩も出ないで人生終わるっていう人はいっぱいいるんですよ。だけど今は高速道路ができて自動車でピューッと行けばですね、できるんですよね。非常にいいことなんですよ。それからまあ僕はリサイクル運動の時に随分言ったんですけどね、アルミ缶なんていうのはもうアルミなんていうのはいくらでも資源がありますしね、別にアルミ缶のリサイクルするからとかペットボトルが環境で悪いのってことないん でペットボトルのお茶が普及したらですね、女の人がお茶汲みをするのがなくなるし、それからアルミ缶のですねビールが流行ればですね、女性がコンビニエンスストアで勤めの帰りにアルミ缶に入ったビールを買ってきて、それをマンションで飲むってことができるようになるじゃないかって僕はずいぶん言ったんですけど、ダメなんですよね。つまり
その何がダメかって言ったら、発展した先の世界を見ることができないんですよ。絵で見ることができないんですね。まあ手塚治虫なんかいた頃はまだですね、未来の過程とか言ってそういう図が出てましたけども、ちょうど1990年になるとそういうのが飽きてですね、それで科学に対する不信感もある、それを NHK とか朝日新聞がもう繰り返し繰り返しやったもんですから、ですからもう間違った像が出てきたわけですね。もちろん政党もあの頃悪かったですね。1990年っていうと、まあ社会党が一時政権を取ったり、それから細川さんとか、まあそれ悪いわけじゃなかったんですけど、しょっちゅう政権が変わって、またそれがやる、それでテレビでは今度は久米宏さんなんかがダイオキシンは毒物だっつって叫ぶというようなですね、もうむちゃくちゃな日本になっちゃったわけですね。やっぱり科学的合理性っていうのは必要で、別に科学的な合理性を持ったからなんか変なことが起こるってことはないんですね。やっぱりほとんど未来像っていうのが語られないんですよ。未来像が語られない限りはどうしても国民の多くが未来を見ることができないので、まあ、今度のコロナ騒ぎみたいにですね、後ろ向きになっちゃうんですよ。まあ僕は小池都知事なんかをすごく非難してますけども、なぜかっていうと、少しは前向きのことを言ってくれって言うんですよね。そうしないと本当にこう先頭に立つ人、政治家、そういう人たちが未来の日本を明るく描かなければ、我々の未来はなくなっちゃう。まあ僕なんかはもう大体これでいいんですけど、孫がかわいそうだって言ってるんですよ僕ね。だからまあこの科学でちょっと1って気をつけたんですけど、日本はなぜ間違ったのか、それは知識がなかったからなんですよ。取りも直さず、1990年にリサイクルとか一生懸命言った人がいますよ。ダイオキシンとか、そういう人たちは今スマホ使ってると思うんですよ。で、車に乗ったら GPS は使ってるし、それから GPS のあれですね、地図をこう探すやつですね、それから Google とかそういうもので買い物したり、 Amazon なんかで買い物したりしてるわけですよ。ネット番組も見てると思うんですね。それから携帯の小さいやつも使いですね、まあ、すごく便利になった生活をしてると思うんですよ。なぜ彼らはそれをやろうと言わなかったか、それは単に知らなかったからじゃないかと思うんです。で、 NHK とか朝日新聞にはそういう科学記者もいれば、ちゃんとした人もいっぱいいたんだけど、それは今度は嘘をつく。その結果、まあ、その私が京都議定書のことも随分言ってますけど、温暖化でも本当にこう適当なことを報道しながら、日本人が温暖化を怖がって、税金を何十兆使って消費税が上げるような方向にこう誘導していくっていう、非常にたちの悪い報道機関なんですね。ですから、まあ、日本がこうなってしまった、まあ、やっぱり朝日新聞が廃業して NHK が民放に変わるという以外に基本的な解決策はないんですけど、まあこれはひばりクラブですから、まあ、それはいいと、もう絶対彼らはもうダメだと思いますので、私たち自身がこれから30年、科学としてはどういう社会が開かれるんだろうか、私たちはこれから30年後どういう生活をしてんだろうかということをですね、ちゃんと分からないとですね、やっぱりまた後ろ向きになってワクチンを打つんだとか、まあ、そういう話だけになってしまうと私は思います。